来てますよこれ。すごいな。今日のあの放送バカ殿にゲスト出てもらってるんですよ。ああそう。あのダンディさん。バカ殿。2週連続やるんですよ。来週があのドリフ大爆笑とカズタンケッチャーミツコちゃんのあの総集編をやるんですよ。はい。また気合いこんなになるのか。昔あったんですよ。昔だったよ。レジのところに来てるんですよ。青年ですよね。お病院の部屋でしたね。ね、邪魔で邪魔でみたいな。レジであれ、36年大爆笑。大爆笑。やってましたね。だから僕はガバトロンは35年ぐらいやってるんですよね。長いね。まあ一回白く塗るんですよ。あれ収納落ちないでしょ。あの最初のうちはドラだったんですけど、そのうちなんかコンシールとかいうのでやってるんで。ドラじゃないの。昔ドラだったのに痛くて痛くてね。なんか皮膚が出なくなっちゃって。3日ぐらい滑りでやってるんで。なんかコンシールとかで使ったドラは今は大丈夫です。コンシールは大丈夫。大丈夫です。またもう大変なんだね。何に弱いとかいうのがないっていう。らしいですよね。まあ、
とは違うぐらいで、つまみ油、つまみ油は昔は全然食べなかったんですけども、今は割と野菜類をオリーブオイルで炒めて、で食べてから飲みますね。健康に気をつけてる、割と健康に気をつけてるというか、美味しいお酒を飲むには健康じゃないと飲めないんで。なんでってそれにやってるの？なんでってないの？違いますよ。そんなことしてたらだってしょっちゅうなんか来てるわけですよ。そんなでもないですよ。そんなでもね。ただね、ちっちゃいんで、みんなこう、なんか親指でこうやったりするんですね、こうやって。僕はそれができないんですよ、指が太くて。小指でこうやってるから、なんかおかまみたいな。紹介しましょうか。
久しぶりです。久しぶりです。明日行っても大丈夫ですか？はい、いいと思う。いいと思う。お待ちしてます。